松五河古墳は、大阪府南川地軍大使町山田にあった古墳。磯瀬古墳群を構成した古墳の一つ。石棺は、大阪府指定有形文化財に指定されている。現在では、墳丘は失われている。大阪府南東部二条山山六の磯瀬において、谷を形成する尾根の南斜面に築造された古墳である。1958年に、 民家の遺読施策に伴い発見され、同年に大阪府教育委員会による発掘調査が実施されている。噴霊は明らかでないが、一説に方形と推定される。主体部の埋葬施設は横穴式石室で南方に開港し、石室の構築にあたっては、到着の使用が推定される。石室の床面には歴跡が敷き詰められ、その上に、 業界岩性のくり抜き式形石管系の石角が据えられていた。石角は長さ2.5メートル、幅1.3メートルを測り、石角前には石扉を伴う。石角内は洞窟にあっていたが、調査では人骨や水液、弾き片のみが検出されている。 この松井塚古墳は古墳時代終末期の7世紀中央頃の築像と推定される。発見当初は水古天皇の賠長の可能性があるとして注目されたほか、現在でも石室の規模が大火の白僧霊において王以上に該当する点で注目される。また、予告知識せっかくの変遷を考察する上でも重要視される古墳である。 石棺は1973年に大阪府指定有形文化財に指定され、現在では大使町立大使、なごみの広場に一区展示されている。ありがとうございます。